はい、岩切龍馬と申します。年齢は22歳です。そうですね、まず本業以外のところで何か収入を得る場があったらいいなと思って、まず動画編集というところに興味を湧きまして、その中でいろいろな、まあ、スクールであったりとか、まあ、YouTube 見たりだとかして、その動画編集ってどういうものなのだろうな調べていくうちに、その Twitter で Fmovie に出会います。その中で Fmovie ってやっぱ動画だけではなく、スポーツとかサッカーっていうところにすごい着目しているところがあったので、Fmovie で動画編集を学ぼうと思いました。やっぱりサッカーとやっぱつながりながら動画編集ができるっていうところが一番の決め手になりますし、またそのサッカー以外の部分でもいい意味でそのスクールと独学の間のようなところがすごいあって、やっぱりスクールに通うほどお金なかったりだとか時間がなかったり、でもやっぱ独学だと続かないなっていう方とかだと、特にその中間が Fmovie あると思うので、すごいそこは僕はすごい心強かったですね。その動画っていうものを作るのに、やっぱ今結構世の中いろんなところで動画見るので、すごい難しそう、僕に編集できるのかなっていう不安はすごくありました。そしてもう講師の方がすごい丁寧に教えてくださったり、もちろん全体でするときもそうですけど、個人個人で丁寧な対応をしていただいたので、自分の不安点とか質問とか自分の中で分かりやすく説明していただけたことが、その不安の払拭につながったと思います。その、まあ、時間の面で忙しさとかっていうのはあったんですけど、やっぱり丁寧に教えていただいたりだとか、そのこちらのスケジュールとかにも寄り添ってわざわざ歩行とかを催していただいたりとかっていうのもあったので、すごいそういったやっぱ大きいスクールにはないその個人個人のコミュニケーションっていうところもしっかり取っていただけたのかなっていうのはすごい思います。スポーツに関わっていったりとか、サッカーのプロモーションビデオっていうのを自分で作って、そのサッカーの魅力であったりをより多くの人に動画を通じて知っていただけたらいいなっていうふうに思います。やっぱりもうこの動画を見てくださっている方は、動画編集であったり Fmovie に興味を持っていただいている方だと思うので、もう迷っているならぜひ参加するのをおすすめします。やっぱりやらずに後悔したりだとか、このモヤモヤしてる期間に YouTube 何回も見たってやっぱり成果にはつながらないので、実際に Fmovie に入会して手を動かしてたくさん疑問を抱いて質問していくっていうところを、より挑戦というか実践していただきたいなと思います。